こんにちは。ショコと言います。よろしくお願いいたします。はい。先日インサイド、ライブ配信だったんですけど、クリアしたということで、クリアしたのはいいんですけど、なんかどうやら隠しエンディングっていうか、なんていうか裏エンディングみたいなのがあるみたいなので、ちょっとそれを目指して今回やっていこうかなと。で、ライブでやろうと思ったんですけど、ちょっとグダグダになってしまうことが予想されたので、ちょっと今回動画にしてまとめることにしました。はい。なので、ちょっと実績解除部分だけ、どんどん別々に撮っていって、それをどんどん繋げて、最後、エンディングを皆さんにお見せするという感じで、今回実況していきたいと思います。はい。で、早速なんですけど、なんかどうやら実績を、13個の実績があるらしいんですけど、それをすべて解除しないと、どうやら、裏エンディングが見れないらしいんで、まず一つずつ、エンディングじゃないや、実績を解除していきましょう。はい。ってことで、まず最初が、ここかな？ここ行って、一応なんかチャプター選択ができるみたいで、そっからできるみたいなんですよね。で、ここの、こうなんか下に潜って左下に行くと、左下に行ってなんか道なりに行くとなんか隠し部屋があるらしくて。で、そこで、ちょっと待って、やばいやばい。これ大丈夫かな？ごめんごめんごめん。結構がっつり左まで行って、こっからかな？で、こっちの方もなんか道なりに進んでいくとなんか隠し部屋があると、いう、あれを聞いたんですけど、こっちかな？これだ！そうそう、なんかさ、一応ライブ配信の時もあったけど、この、なんか弾みたいなやつ、これをなんか、たくさん破壊すると、実績が解除されるみたいです。で、これをだから、ライブの時破壊できたの何個ぐらいだったかな？ 2、3個だったかな？だから、10個ぐらい、これを破壊しないといけません。はい。なんで、まずこれ1個目ですね。よどんだ水ということで実績解除しました。はい。じゃあ次行きたいと思います。はい。で、次が、なんかこの豚小屋付近、ここにあるみたいなんですけど、なんかこれ、あれかな？黄色い線があるけど、これがあるとこにあんのかな？で、豚小屋の、このまず箱に飛び降りると。あ、やべ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、これで、飛び降りた後に、右に進まずに、なんか左側になんか、壁が剥がせるらしいんですよね。どういうことだ？これ登んのかな？こっちに持ってって、こうかな？こうだ。これで剥がして、なんかこっちに進むとあるみたいですね。行ってみましょう。おー。うわ、なんか豚いる？これ。これ生きてんのかな？動いてるな。マジか。気持ち悪い。何これ。登って、右かな？右じゃなくて左。やばいやばい。右と左もわかんなくなっちゃった。あったあったあった。これだ。OK。よし！ OK！ ブーフ！ってことで実績のロック解除、ブーフーウー。意味はちょっとわかんないんですけど。これで OK かなと。はい。じゃあ次に行きたいと思います。はい。で、次の実績はこちら。多分ここ取ったんじゃないかな。ちょ、一応確認してくる。してみようか。これ左に行くとあるみたいなんだけど。OK だね。これはもう破壊してるな。OK。破壊してある、破壊してある。でも一応なんか、関係ありそうだし、やっておきますか。はい。では早速次行きたいと思います。はい。で、次こちらなんですけど、多分ね、ここも、終わらしてると思うんだよね。ここでなんかね、飛び移らずに、なんかどうやら下に行くと、危ない危ない。そう、ここさ、生配信でもやったんだけど、下行って確か破壊したから、多分もう壊れてるはず。壊れてるね。OK。でも一応破壊しておくと。よし。で、これで何個目かな？ 5 個目ぐらいか。これで5個目終了。次行きます。早速。はい。すいません。いろいろ、チャプターを3個ほど間違えてしまったんですけど、すいません。お待たせしてないか。カットするからわかんねえか。はい。で、ここで6個目の実績解除します。で、まずここを、なんかまっすぐ進まずに、下に行って、
ってで、なんか箱があるから、そこを、あ、これこれこれ。これをなんかどかすと下に穴ができて、ここに進んでいくと、なんかどうやら新しい部屋に入ると。で、ここ進んでいくと、なんかギミックがあるからそれを解除して、実績を取るみたいな感じみたいですね。ってことで行ってみましょう。はい。なんか操るやつあるな、頭。頭のやつ。あ、ちょっと待って。どうやって出んだっけ？よし。あ、これでも簡単じゃない？これさ、こうして、この人に、ん？あれでも、どうやってあれ行くんだろう？この人入れんのかな？この中。やってみるか。あ、入れそう。ちょっと待って。あれ、入って入って。入って。あ、入れないのか。じゃ、どうすんだ？あ、待って。わかったかもしんない。これ乗っけて。ちょ、乗っけて飛ばしてみる？ほら。ああ、こうだ！できた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 。で、僕も頭くっつけて、あの人、右の人動かして、こうだ。ああ、できた、やっとできた。時間かかった、めっちゃ。オッケー。会に属する二人の友。ってことで、これ6個目の実績ですね。解除ということで、次に行きたいと思います。はい。はい、じゃあ次。7個目の実績ですね。まず、ここを、こっちじゃなくて左に行くのかな？で、左に戻って、なんかもう一回潜水艦みたいなやつ乗んのかな？多分潜水艦に乗れるはずだから、それに乗って、あった。これに乗る。で、どんどん左に進んでいく、なんかパイプみたいなのがあるみたいなんですけど、それに体当たりして、はしごを作り出すみたいなんですが、そのパイプが見つかるかな？なんか、音がいいね、水の音が。結構リアルだよね、このゲーム。安いのに、結構凝ってるっていうか。それがこのゲームのなんかいいとこなのかもしれない。これかな？いまいち暗くてよくわかんないな。パイプなのかどうかっていうのが。これかな？あ、これだ、これだ。で、これに体当たりして、ほら！よしよし。いや、これ初見じゃわからんだろうな。絶対。オッケー、オッケー。これでいいのか？あ！もう一回？いや、これにもう一回乗っかるか。乗っかんない、多分、いけないべ。飛距離が足りないと思う。飛距離というか、ジャンプ力、こいつの。この少年の。あれ？いや、そんなことはない？行ってみる？一回。あまず、ここに届かないっていう。よっ！ OK。あ、行けんじゃん。大丈夫だ。あったー。7個目。?8 個目 ?7 個目わかんなくなっちゃった。まあ、いいや。はい。絵画。実績録解除です。これが、なんか絵画って意味なのかな？なんか、実績の名前の意味もなんかあるみたいだな。この背景となんか連動してるね。多分。はい。じゃあ次行きます。はい。そんじゃ、8個目かな？8個目、実績解除していきましょう。今度は、なんかこの、奴隷たちと共に、
協力して得る実績みたいなんですけど、どこに行くんだったかな？ここじゃないな。一旦こっち行こうか。やっぱこの人たちは奴隷っていう解釈で合ってるのかな？って思うんですけど、まあ、またなんか隠しエンディングを見たら何かわかるのかもしれないね。考察につながる何かがわかるかもしれない。ちょっとそれに期待してちょっとやっていきましょう。よし、はい、こっちだよ。あ、あ、オッケーオッケー、全員乗ったか。あれ、こんなことやったっけ。記憶にあまりないんだけど、まあいいや。やったか。で、どっちだ？左でいいのか？こっちで合ってるかな？ここでね、向こうに進むんだよな。向こうに進んで、なんか向こう側に木の板がいっぱいあるとこがあるみたいなんだけど、それを、なんか奴隷と共に、破壊して開けるらしいです。はい、ちなみにその実績のロックの解除の仕方は見ましたけど、そのエンディングは見てないのでご安心ください。そこはネタバレはしてないです。あとちなみにライブ配信中結構スルスル行きすぎてキプレイだろっていうコメントがいろいろあったんですけど、完全に僕初見なので。はい、ご安心ください。皆さんを騙したりするようなことはしません。はい、じゃあ行きましょう。さあ頑張れ頑張れ。よし、でね、ここかな。どうやらここをやっぱり開けるみたい。あ、なんかやっぱあるね、黄色い線みたいなやつね。やっぱ関係あるな、この黄色いのがあるとこに。どうやらヒントがあるみたい。ヒントがあるっていうか答えなんだけど、そこら辺、そこの、なんか黄色い線があるとこら辺に、なんか実績の解除のやつあるよっていうのは一応お知らせしてくれてたんだね。俺はでもそれに気づけなかったな。よし。まずこれを間に挟むんだ。よし。で、こうだと。はい、よーし、みんなこっちだ、来い、一緒に開けよう、早く早く、走れ走れ。転ぶのかわいいよな。これなんだ、レバーか。あ、触れない、違うか。よし、さあ行くぞ、開けるぞ。よしよしよし、ここだ。いや、わかんないよな、これ最初。初見では。さあさあさあ。結構深いね。で、ここは何なんだろう。地下施設みたいな。お！松明取れた。え、てか、待って、犬の鳴き声するけど。あ、火に弱いか、もしかしてお前。あ、火に弱いぞ。初めてだね、こんなになんか、その、攻撃してくる側に攻撃をするのって。ほら、どけ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 。あぶね。おい、いっぱいいるんだけど。あ、危ない、あ、マジか。やっちゃった。そう、マジもう目と鼻の先だったのに。すみません、ちょっと待ってね、ちゃんとやります。火に弱いんだ、こんなになんか威勢いい犬なのに。ほらほら、どけどけ。ほらほらほら、火だぞお前らの苦手な。いけ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 、
どけ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 、おいお前ダメだぞ、おいほらほら、どけ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 、ダメだよこっち来たら、はいはい、ダメダメ、はいダメ、そこダメ、はい落ち着いて、はいさよなら、はいさよなら、はいオッケー、取ったー、あ破壊したら終わりなんだ。自責のロック解除しました。集団心理8個目ですね、これで。実績のロック解除ということで、次行きたいと思います。はい。はい。それじゃあ9個目。実績ロック解除していきたいと思います。はい。で、なんですけど、ここ、ちょっと確かね、髪の毛の長いやつが襲ってくる、とこだって気がするんで、それをちょっと警戒していこう。でね、まずね、ここで、髪の長いやつを、こっちに引き寄せると。ええ、嘘だ、ちょっと待って。はい、はい、はい、はい。ということでね、やっていこうかなと。はい。まず、はい、ということで、9個目の実績ロック解除していきたいと思います。で、ここが確かね、ロン毛の、やつが襲ってくるとこだったと思うんだけど、じゃあそれをちょっと警戒していこうかなと思います。まずね、こっちに、この、髪の長いやつを呼び寄せるんですよ。ああ、こういう風にね。で、呼び寄せた後にこっち左側に行くと。で、左側に行って、潜っていくと、どうやら隠し部屋があるらしいんで、そこを目指していきます。こっちですね。わかるわけないですね、初見で。間に合うんだ？これ。間に合うか？どっち？やべ！あい、危ないと。そういうことで。はい。で、これで、ロック解除。9個目。小休止。ってことで。これいけんの？これ何なんだろう。あ、いける。でも、こっち進めたけど、なんかあんのかな？関係あるの？これ。こんなとこ行ったっけ？記憶にナッシングなんだけど。もしかしてこれ戻ってんのか？あ、戻ってるっぽいな。あー、こういうことか。へー、面白いね。あ、で、もう一回、こっちから行って戻れるようになってるってことか。なるほど。はい。じゃあ次、行きたいと思います。次で10個目ですね。やっていきましょう。はい。ってことで、10個目の実績ロック解除していきたいと思います。で、これはもう水の中でずっと息ができるようになった状態になったところからなのかな？で、これ右に進まずに、なんか左のね、下の方に進んでいくと、どうやら、なんか開ける場所があるみたいなんで、そこを目指していきます。これかな？わかりやすいな、随分と。大きめだし。あ？おー、水の中でこんなことできると思う？絶対きついよな。あ？で？こうか。よし。あ、いた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 。いけいけいけ。あるぞ、この辺に。魚がついてくんのってなんか、なんなんだろう。かわいいな。別に何をするでもなく、後ろをずっとついてくる。あったー。逆さバージョンじゃん。よし、これで10個目だ。オッケー。実績のロック解除し、底知れぬ深さ。10個目ですね。はい。もう、あと3個かな？狭まってきたね。隠しエンディングまでのカウントダウンが。はい、で、次行きたいと思います。はい。では、11個目の実績ロック解除していきましょう。で、ここがね、ちょっとね、複雑というか、まず、これを右に行くのかな？で、なんか台を移動して、光遮って進んでいくような場所で、どうやらまず正規ルートを進まずに、左側に進むと何かあるみたいなんですけど、これどうすればいいんだ？危ない危ない。
あ、下の水の中は進んでいくってことなんかな。ちょ、一回やってみようか。なんか台をね、まず、あ、ちょっと待って、上の方の位置に移動させてから、もう一回戻って左の水から行くらしいんだけど、ちょっと時間かかるかな。よし。で、これよりもうちょっと、もうちょっと上だな。結構真上ぐらいまで。ここら辺？もうちょっとやった方がいい？この辺かな？この辺にして、で、左戻って水の中を入って、多分下潜っていくんだろう。で、下潜っていくと、あれ？これ解除したかな？なんか見たことある光景な気がするんだけど。気のせい？いけるこれ。あ、で、ここ多分光が、来る、場所なんじゃないかって思うんだけど、関係なし？ん？何これ？あ、え？な、関係あったのかな？あ、あー、わかったわかった。下のやつと連動したわけだ。なるほど。オッケーオッケー。てことで、11個目の時計ロック、時計ロックじゃないや。自責のロック解除しました。時計仕掛け。ということで、あと2つですね。もう早速、もうやっていきましょう。どん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 。はい。そんじゃ、12個目の実績のロック、解除していきましょう。で、ここがね、ちょっとね、なんかややこしい、っていうか、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、やっていきましょう。でまず、ここを降りて、こっちに進んでいくと、ここまではもう、前やったのと一緒ですね。こっちに進んで、この、なんて言うんですか？黄色い箱？これを持っていくとこまで。それも前と一緒と。これタイミングゲーね。ボンと来たとこをバンと。あー、やるわけですね。これはまあ、ちょっと、一応、今、ウォーミングアップ。あ、やべ。はい！ってことで、これ飛ばすと。で、これを、さっきのいた部屋に持ってくらしいんだけど、それをなんかね、結構頑張らないといけないらしい。まあ、頑張るか。頑張るしかないもんだって。よし。まずここまで持っていけるでしょ。で？あ、あ、っていうか、え？もうむしろ、あれじゃん。いつも通りじゃん。前やった通りの動きだよ。これでいいんじゃん。で、どっから上上がんだっけ？こっちから上がれたかな？あれ？あ、上がれそうだ。あ、で、ここ開けて、そうだそうだ。こっち行って上から上がってもう一回戻るって感じだ。よし。まだ記憶が新しい。で、戻って、で？これを移動させんのかな？待ってよ。こっちで合ってるか。いや、一応、まあ、多分こっちだと思う。こっち持っていこう。え、多分ここの突き当たりまで持って、っていくと、なんか、スイッチみたいなのがあるはずなんだよな。あ、あった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 。あれあれあれ。ちょっとさ、なんか暗くてわかんないかもしれないけど。これを使って押すんだな。よし。これで、ここがいけるようになるのか。で、こっちに進むと。あ、意外となんか、あっさり。で、もう一回？押してすぐ右。こうだ。オッケー。いいね。サクッといけた、いけちゃったね。よし。はい。ってことで、12個目ロック解除しました。振り返りの部屋。
深い意味があるのかもしれないけど、まあ、てことで12個目のロック解除しました。てことで13個目いきたいと思います。もう最後だね。次のロック解除してなんかコマンドを入力するといいみたいなんで、そこまでやっていきましょう。はい、で次いきます。はい、それでは、13個目の目の実績ロック解除ですね。これがちょっとね、なんか難しいっぽいんで、なんかやり方を読んでる限りではちょっと難しいっぽいんで、ちょっと気をつけていこうかなと思います。これどうすんだったかな。あ、やべ、あ、ちょっと待って、あ、やべ、あ、やっちゃった、ちょっと待って待って、どうすんだっけ。最初からやばいな。あ、まずこの人たち落とすんだっけ。あ、違う、持ち上げてもらってこっちに移動してからだ。よし、で自分も降りる。で持ち上げてもらって、ここの穴に入れてもらうか。よし、でこっち行ってエレベーター動かすんだったかな。なんかね、複雑なんだよ結構ここ。でエレベーター動かしてどうすんだっけ。あ、そうだ、左にこっちに移動していくと奴隷が落ちてくるから、それをもう一回使うってわけだ。はい、どうぞ。オッケーオッケーオッケー。不思議な光景だなマジで。でね、これ全員をね、まずエレベーターに乗せずに、ちょっと、あ、ちょっと待って待って、ちょっと残した状態でなんかエレベーターを閉めるらしい。だからちょっと一旦何人かに残ってもらって、こうだな。でこれでもう一回上に上がって、紐があんのかな。ちょ、その紐をこいつらと共に、あったあったあった、これだ。隠れてて分かんないね、紐があんだけど、これを、よし、でこれ上に上がるんでいいのかな。え、でも上、奴隷残してる意味あんのか。あ、で降りれるようになってるってことか。あー、なるほどなるほど、こういうことか。よし、あ、でこいつらにもう一回投げてもらうと。なるほどね。ほら、よし、13個目6解除、オフィススペース。よし、これで、インサイドの実績全部解除しました。なんで、こっからはね、なんかあるチャプターでコマンド入力をするんですが、ちょっとそれを、早速やっていきたいかなと思います。裏エンディング見ましょう、じゃあ皆さんで。はい、てことで、いきたいと思います、カットで。はい、すいません。なんか実績まだ、まだ1個余ってたみたいなんで、それやっていくかなと思います。すいません、取り逃してました。申し訳ない。なんかここにも最後の1個があるらしい。で、なんかここを上に登って、右奥に行くと、なんか大きなボールあるらしいんで、そこの中に、なんか最後の実績解除のやつがあるらしいです。はい、じゃあやっていきましょう。申し訳ない、早とちりしました。ここだ、ここの中かな。ん、引っ張れないぞ。あれ、どういうことだ。あ、ちょっと今お腹空いてて、そう、お腹鳴ってるんですけど、マイクは拾ってないかな。ちょ、恥ずかしいからあんまり聞かれたくない。あれ、ちょっと待って、なんで弾けないんだろう。引っ張れないぞ。取っ手みたいなやつがないから、引っ張れないんだけど。え？ちょっと待って。開けられない、開けられない。何これ。
え？開けられないよ。なんか俺まだやってないことあるかな。触れないぞ。これが触れない理由ってあんのかな。なんか、あ、てか待って、あのさ、後ろにあるさ、点滅してるやつってまだ取ったさ、あの光のなんていうの、この玉の数だとするならばさ、俺さ2番のやつ取ってなくない？ちょ、ごめんなさい、ちょっと2番のやつ確認してみます。申し訳ない。はい、ちょっとやらかしてしまいまして、あの自分2番目の実績を取ってなくてこのもろこし畑にどうやらもう一個あるみたいなんで、それをちょっと取りに行きます。申し訳ない。ちょ、グダグダになっちゃったな。このもろこし畑の真ん中あたりに地下への隠し通路があるらしい。それを探そう。この辺か。ちょっと目凝らしてみないと分かんないな。どこら辺にあるんだろう。真ん中ら辺って言われてもな。あ、これか。ん、違うな。あれ、ちょ待って、抜けちゃう抜けちゃう。どこら辺だ。ここかな。ちょっとここに関してはあの画像とか見ても分かんないから、自分で頑張って見つけるしかない。真ん中ら辺ってどこだ。あ、あった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 。分かんないよこれ。よし、オッケー。ん、何これ何これ何これ、ちょっと待って、何これ何これ。左に行くとある。あ、こっち？あ、こうだ。あ、で、ちょっと待って。これを開けると。これで2番目の実績ロック解除ですね。で、さっきやらかしてしまった、14個目の実績の解除の方、先に行きたいと思います。はい、ということで、カットします。はい、それじゃあ14個目。さっきできなかったので、ちょっとやっていきましょう。多分、2番目の実績も解除したから、これで、さっきのやつも開けれるようになってるはずだけど、どうかな？あ、オッケーオッケー、光ってるね。全部光ってるから。お、開いてる！こういうことか。よし。で？よし！できた！最後の一つ！あれ？でもなんか、やっぱ2番目のやつ光ってるけど、意味あんのかな？なんか。わかんないけど。はい。ってことで、これで、あとさっき、あの、もろこし畑でやった、あったなんかレバーみたいなやつあったじゃん。あれをどうやらなんか、ちょくちょくいじるみたいらしいんで、そこまでちょっとカットしていきたいと思います。すいません。ちょっとカット多くて申し訳ない。見づらかったら、ごめんなさい。はい、それではやっていきたいと思います。とうとう別エンディングが見れます。どうやらさっきのもろこし畑の下のね、あの隠し部屋にあるレバーをうまいこと、あれ開かない、あれ、あ、こっちか。うまいこと操作するとなんか別エンディングが見れるらしいですのでね、やっていきましょう。 OK で、このレバーを上右左、右左とこうすると開く。はっ、開いた。行くよ。じゃあこれで奥に行くとなんか別エンディングが見れるらしい。行きます。行け。何があるこの先に。ちょっと薄暗いな。お、どんどんなんか道が狭くなっていくけど。
ここは一体何なんだ？抜け道なのかな？脱獄ルートみたいな。あ、暗い。進んでいいの？このまんま。穴がある。あ、え？何ここは？なんだあれ？あれさ、なんか、あれだよね、操る装置だよね。なんかあの操る装置がいろんなとこに枝分かれして繋がってるけど、モニターに。何なんだろう。操作されてるってことかな、この施設全体も全て。お、その機械の動力を抜いた。どうなるのこれって。あ、ちょっと待って。これで終わり？これで終わり？あのさ、ちょっと待って。今さ、俺思ったんだけど、今さ、止めた後さ、少年、止まったよな。あの、操る装置みたいなやつ止めたら少年も止まったから、つまり、少年自身はもともと、コントロールされてたのかな？もうすべてが。すべての行動をコントロールされて今のように扱われてたんじゃないかな、その、なんか最後まで。ただ、コントロールしてた側からの人間、コントロールしてた人間側からすると、今みたいに、コントロールする装置の電源を落とすとは、思ってなかったんだろうけど。奥が深いな、このゲーム意外と。考え出すと、いろいろなんか考察とかが止まらないんだろうけど、俺の頭の中じゃあんまり整理がつかないので。まあ、俺の中でかろうじて分かったのは、少年は、なんかコントロールされてて、で、最後、動力装置切ったから、少年も、なんか、動きが止まったのかなっていう、感じですかね。やっぱその、明確なストーリーっていうのがないから、あとはもう、プレイヤー次第で考えることになるんだろうけど、まあ、人それぞれ考え方あるんではないかなと思います。はい。それが、このゲームの、醍醐味、なんじゃないでしょうか。ってことでね。これにて、インサイド完結となります。これ以上はちょっと、多分このゲームやらないと思うので、皆さんもしね、機会があったり、ちょっと興味が湧いたりしましたら、ぜひやってみてください。自分なりの考えをね、ちょっと持つことができるゲームだと思うので、想像力豊かな人にとっては、すごい素敵なゲームかなと思います。ってことで、皆さん、ここまでご視聴いただきました。本当にありがとうございました。また、次回の実況でお会いしましょう。ショコでした。